赤信号で停車中です。黄色の車が現れ。合計5台の玉突き事故。こんにちは、ホッパーです。このような玉突き事故に巻き込まれました。私は2で、バイクはホンダ。SH モード。フロントタイヤが16インチの PCX だと思ってください。損傷ですが、バイクは1と3に挟まれたことで。フロントフォークは曲がり、フェンダーとマフラーは破損。私はプロテクター、RS 耐地性をつけてましたが、1のボンネットに乗り上げ、救急搬送されました。幸い、出血等はなく、全治1週間の腰部打撲と診断されました。で、過失割合ですが、黄色の車の任意保険で、全車を賠償することになりました。相手の大手有名保険会社は、事故で2日しか休んでないので、2.0 倍してきたと思う。次に車両保証なんですが、まず、1ですが、SH モードは不人気車ですが、バイクは購入2年、走行距離は1万 5000km。6ヶ月点検、1年点検、2年点検の法定点検に出しており、記録もあったことから、バイク屋曰く、かなり条件が良いとのこと。でも、追い金してバイクを買うことに抵抗があります。2ですが、論外です。3ですが、私は3を選択しました。別途、フレーム検査代が発生するので、修理費総額60万円超でした。ちなみに、SH モードの新車価格は30万円くらいだったので、修理費用は新車価格の2倍強です。この事故で悟ったことがあります。私が救急搬送された時、レントゲン3枚撮影、湿布薬と痛み止めを処方されました。で、治療費は、また、1の車の運転手は入院されてました。任意保険に加入してなければ、終わってますね。次に、100対0でも加入してる保険会社に連絡すること。私は日本の大手有名保険会社に加入していますが、通院手当の特約があり、手当を申請しても等級は下がらない、と。保険会社が自発的に送ってきました。最後に3ですが、この示談まで約2ヶ月かかりました。私はバイク通勤しており、事故でバイクが使えません。相手保険会社はレンタルバイクを用意できるとのこと。でも、
事故や鍵穴破壊などのいたずらをされたとき、弁償なんかしたくありません。体に事故の後遺症が残らなかったことが、不幸中の幸いと思うようにしています。私の体験が誰かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。